当たっちまった。出産時のトラブルで脳性麻痺となった子どもたち、その子どもと家族を支援するために生まれた制度。しかし、なんでこんな不平等な制度なんやっていう思いは、やっぱりどう考えてもね、おかしいですし。脳性麻痺での救済を求めて署名活動をしております。保障の対象外とされ救済されない家族、その怒りの声を取材しました。兵庫県小野市に住む田中真由さん、夫と3人の子供の5人家族です。長女の美羽ちゃんは重度の脳性麻痺、手足や体幹が麻痺し歩くことができません。でかい、でかい、いけるわこれ、横で噛んで。ほら、着替えや食事など生活のすべてに介助が必要です。そう、量が年々食べる量も増えてきてるので、その分時間もかかってくる。食事は夫健介さんと交代で食べさせます。おもちゃ、おもちゃ、いやもう結構もう楽しく、外出ても全然楽観的というのか。歌が大好きな美羽ちゃん、食事の後決まってお気に入りの歌を歌います。ありがとう、お風呂入れる、ありがとう。なんか毎日私の方が励ましてもらってるし、幸せもらってて。妊娠29週目のある日、突然血圧が上がり破水した母親の真由さん、急いで受診したところ、出産が急がれるがスタッフがいないと言われたといいます。そして一夜明け、ようやく帝王切開で美羽ちゃんを出産しました。本当に可愛くて、まあ、天使のようやなっていうのを思って、主人がもうこれやっていうの、美しい羽で美羽にしよう。しかし生まれてから2週間、脳性麻痺と診断されました。何があかんかったのか原因っていうのはやっぱりずっと考えてて、先生がはっきりと、まあ、一番の原因はお母さんが早くお腹から出したこと、それだけですっていうのを言われたのが今でも覚えてて、もうなんて言ったらいい、なんか死んでしまいたいっていう言葉は使いたくなかったんですけど、この先を考えたらもうなんかこう消えてしまいたいなってずっと思ってて。出産時の医療事故により脳性麻痺となった子どもと家族を支援するための制度があります。2009年に始まった産科医療保障制度、国から総額3000万円が支払われます。32週以上で生まれた子どもは原則保障を受けられますが、28週から31週の場合は個別審査を受ける必要があります。29週で生まれた美羽ちゃんは個別審査で基準を満たしていないとして保障の対象外となりました。お周りに同じぐらいの年頃で娘よりも
と麻痺の軽度っていうんですかね、まあ、ちょっと歩いたりとか自分でご飯を食べたりできるような子がこうたくさん周りに通ったっていうのいう話を聞き出して、なんでこんな不平等な制度なんやっていう思いは。もう一回読む。これ。ここ。はい。で。で。こう。はい。なんだろう。市内の特別支援学校に通う美羽ちゃん。学校が終わると放課後デイサービスで夕方まで過ごします。家におるとリアンここにおるのどっちがいい？リアン。仕事で家を空けることも多いまゆさんにとって、ここは安心してみゆちゃんを預けられる場所です。しかし子供が成長するにつれ降りかかる負担も。一番は自分の意思で動けるというか、まあ、歩くのは難しくても電動車椅子で好きなところに自分で動いていけるような生活空間にしたいなと思ったので。美羽ちゃんの将来を考え4年前に思い切って建てた家。家中の段差をなくし、ドアも自分の手で開けられるようにしました。洗面台も車椅子で利用できるようにし、トイレも標準の2倍ほどの広さに。この家にかかった費用は保証額と同じ3000万円でした。やっぱり保証金があるっていうだけでその子の可能性っていうんですか、もう広がると思うんですよね、うん、諦めないといけないことでも、まあ、挑戦してみようっていう気持ちにもなるやろうし、本当に当事者の生活を見てもらって考えてもらえたらなと思います。そんな中今年1月に産科医療保障制度が改定されました。これまでの個別審査の基準は医学的根拠がなかったとして28週以上であれば無条件で保障が受けられるようになったのです。しかし以前の基準で対象外とされた家族への救済はありませんでした。産科医療保障制度を考える親の会と申します。ただいま署名活動をしております。お願いします。親たちは取り残された子どもの現状を見てほしいと親の会を結成、国に救済を訴えています。香川県高松市、ここにも国に救済を求める家族がいます。福島安里さんと辰徳さん、次男のアイク君は1年半前に個別審査で保障の対象外となりました。間違った審査、個別審査だったっていうことをもう実際正直認めているのであれば、遡って間違いでした、すいませんでした、対象外とされた方には申し訳なかったけど遡ってお支払いしますっていうのが、まあ、当たり前の話だと思うんですよね。妊娠29週で生まれたアイク君、体重1411グラムの小さな男の子でした。アンリさんは出産の2日前に破水、1日空けての帝王切開となりました。しかし出産直後、新生児集中治療室に入ることに。退院直前に医師から告げられたのは脳性麻痺でした。手術をすれば治りますかって聞いて、いやそういう話じゃないっていう、なんか何も考えれなかったです本当に。
どうして自分が上手に産めなかったのか、罪を犯したみたいな気持ちになりました。嚥下障害のあるアイク君、固形物を口に入れることができません。そう、食べれなくて吐きます。全部胃の中にあるものを全部吐いちゃいます。胃ろうを勧められたこともありましたが、自分の舌で味わってほしいと毎日手作りの流動食を作っています。自治体からの手当は月5万円ほど。家計の足しにと働くことも考えましたが、医療的ケアが必要なアイク君を預かってくれる場所がありません。睡眠障害もあるというアイク君、睡眠を誘発させる薬を飲ませ寝かしつけます。寝るときに発作が一番出るんですよ。薬飲んでも寝ないときは本当に朝まで寝ない日もあるので。経済的にも精神的にも苦しい日々が続きます。行くぞ。アイク君の幸せを願う日々。しかし将来への不安が消えることはありません。本当の大変さっていうのを理解してよく検討してほしい。そのどうして支給 しますってなってるのか、そのまずその根本を考えてきちんと検討してほしいなって思います。やっぱりどう考えてもね、おかしいですし、うん、これが私たちが間違ってました、遡って対象外とされた子たちも助けますって国が言うまではもう絶対諦めずに戦いますし、うん、私たちは諦めませんということだけは国に言いたいですね。制度改定の狭間で保障が受けられない子どもたち、その数は全国で540人に上ります。